皆様新年おめでとうございます。もう今年もね、年が明けたと思いましたら、あっという間にもう10日ほどね過ぎてしまいましたけど、まあ今年の正月はね、皆さんにとってどんなね年の始まりだったんでしょうか。そこでね、今日はね、この忍びに関することで何をお伝えしたいのかなと思ってね、いろいろ考えておったんですけども、まあ、最近ですね、こうなんでしょうね、まあ、若い人たちかな、ほとんどの方がカラオケですね、そういったものに合わせて演奏されている方がたくさん見られますね。まあ、これはこれでね、とてもいいことっていうかね、本当に素晴らしいことだと私は思っているんですけども、ただ一つね、なんかもう気になるのはね、笛をね吹いている時の、まあ、演奏、まあ、これも一つのパフォーマンスなんでしょうけどね、こう体をですね、この船のように揺さぶって吹いてるんです。これがね気になるんですね。はい、例えばですね、このように持ちましてね、ここまではいいんですけど、あと演奏が始まるともうこんな感じなんですね。こういった体を動かすっていうのもね、私らはね、あまりね、馴染みがないというよりもですね、これ伝統的な日本のこの楽器の場合はですね、どちらかというと西の、ね、楽器、まあ西洋楽がどうとすると、日本のねこういった古典的なものは静ですね、静かっていうね、そういう感じを受けるんですね。ですからまあね、着物姿で、あるいはね紋付き袴でね、笛を吹くなという場合には体をこう揺さぶってしまうとね、なんか違和感を覚えてしまうんですね。ですから私らが若い時教わったことをね、ほとんどもうこのように笛を構えてもですね、もうせいぜいこの顔ね、これの動きぐらいで体までこうやるってのは目にしなかったんですね。ですからまあこれも時代の流れかもしれませんけどね、正月早々ですね、こんななんていうんですかね、苦言のような形になってしまいましたからね、本来であればね、やはりせいぜい体を動かさずしてもね、この頭首からね、あんまりこう上半身は動かさないでもうね、そして吹いているっていうのが、まあ、基本的なことになりますけどね、伝統的なものが失われていくのかなというこの感じ、まあ、しないわけじゃないですけどね、ですぐすぐ最近私が感じていることなんですけど、皆さんはねどうお考えでしょうかね。是非皆さんの声などもね、是非お聞きしたいものと思っております。年の初めにあまりいい話ではなかったかもしれませんけどね、私がそれでね感じていたことをお話しさせていただきました。はい、こんなことではですね、今回はこのような話をさせていただきました。それではまたお会いしましょう。